イレクトに感じるこのスタジアム、どんなゲームが繰り広げられるのか注目しましょう。この時間はセルティック対バルセロナ、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。振り抜いた、うわー、ゴール、強烈シュート決まりました。前半まだ始まったところ、いや、いきなりですよ。ディフェンダーの間を抜いたシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあバルセロナ、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。いや、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね、はい、失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。エンバペ、エンバペからデブライネ、インターセプト、ここはディフェンスの対応、厳しくプレスに行ってますよね。マルプカサブ、さあカウンターのチャンスになります。エンバペからケイン、スペースを狙った、どうだ、ペドリ、ロングボールで展開、ペドリからハフィーニャ、スペースへ、ルバンドフスキ、抜けてくる、シュート、止めた、セカンド拾えるか、今エンバペが受ける、カウンターですよ。ケイン、メッシへ、メッシからキミッヒ、抜けてくる、上がる、そのままキーパーが抑えました。ハフィーニャ、バルセロナ、これはスローイン、デブライネ、デブライネからケイン、いいオーバーアップですよ。これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。このファーストハーフ最初のコーナーキックはセルティック、追加点が決まりました。これで差は2点。いや、今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。まあ、相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどね。高い位置で奪った勢いままゴールに向かうといういい形の攻撃でしたね。さあセルティック得点を重ね2対0という展開。セルティックとしてはこれでゲームの主導権を握れますよね。このあと相手は積極的に来ると思うんですけども、一つの失点で流れが変わってしまうのでディフェンスは気を引き締めたいですよね。そうですか。頭、いや、いい反応でしたね。冷静な対応でしたね。シュートコース読んでましたかね。バルセロナカウンターを食らいましたが危なかったですね。攻守の切り替えが遅れてしまうとこういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なのでやはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。クリアです。ダニオルモ、この位置で受ける、ダニオルモかわした、このパスチャンス、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。
キミッヒ対応します。レフリーファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。さて北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。まあ、一般的に言われるのはニンジャルは怖いことでもありますからね、まあ、ゲームをこう終わらせたい3点目をどう取れるかですね。セルティック対バルセロナ、セルティックが2対0とリードして後半を迎えます。このシュート、おー、ハフィーニャ、ペドリ、ケイン、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。これはシュート、いやー、追加点、セルティック、点差は3点、試合が決まってしまうのか。このゴールシュートも見事なんですが、その前のタッチも良かったですね。周りの状況を見てシュートまでの流れをイメージしてボールを受けてますよね。それを実現するテクニックもすごいですけどね。見事なゴールでした。さあセルティック、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。アレハンドロ・バルデ、セルティックとしては後半いい入り方ができてますからね、いいリズムのうちにどんどん行くべきでしょうね。この位置からのプレス奪われると危険です。コスタクリカ、深澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。セルティックとしては非常にいい流れで試合を進められてますから、このまましっかりボールを握って自分たちのペースで試合を進めていきたいですよね。どうだ、追加点、セルティック容赦ない一発。ナイスマッシュシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴール。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さというのは大きな武器ですよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあセルティック、現在圧倒的な強さを見せています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんですよね。メッシ、ドリブルで上がる、ケイン、さあエンバペ、今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。危ないシーンでしたよね。ここを止められたのは大きいですよね。メッシ、浮き球を使う、これは合いません。さあこのセカンドボール、ここは通しません。スピードアップしたいでしょ。ここはヤマルからレバンドフスキー、さあヤマル、デブライン、ハリー・ケインへ、これはチャンスだ、シュート、ジュール・クンデ、ヤマル、ここは対応します。デブライン、デブライネからケイン、狙いだ、セルティック追加点、どこまで点差を広げるんでしょうか。今のカウンター見事でしたよね。得
意な形が出ましたね。素晴らしいカウンターでしたね。チーム全体で常に狙っていないととっさに連動できないですからね。ボールを奪った瞬間に攻撃のスイッチを一気に入れた感じですよね。さあセルティック、このゲームの主導権を完全に抑えています。渡ります、セカンドボール拾いたい。試合終了、5対0、セルティックゴールラッシュで見事な勝利です。ハリー・ケイン、このゲームマン・オブ・ザ・マッチに選ばれました。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何か